君はなぜそんなに悲しい目をしているんだい？ご機嫌いかがですか？バニラエースです。今回はですね、ヤフオクで購入いたしましたゲームの攻略本の紹介をしてみたいと思います。今回購入いたしましたのはこちらです。ドラゴンスレイヤー英雄伝説必勝攻略法ですね。500円でね、落札いたしまして、まあ、送料が215円かかりますので、合わせて715円で購入することができました。駿河屋で、この収録をしているね、10月4日時点で調べてみると、1300円ぐらいで販売しておりますので、まあ、多少ね、安く買えたのかなというところなんですが、まあ、今後ね、攻略本もね、私は高騰化していくというふうに思っているので、今のうちに確保できてね、すごく良かったですね。はい。まあ、ただね、状態が少しね、まあ、難あるといえば難ある状態ですね。まあ、表紙の、まあ、ここのエリアから、背表紙ですね、がもう、色褪せちゃって、もう文字もね、あんまり読めないぐらいになっちゃってますのでね、まあ、このあたりはちょっと辛いところかなと思うんですが、まあ、中身をね、見てみると、すごいね、綺麗なんですよ。で、中で折れたりとか、書き込みがあったりとかっていうのもないですし、カバーが折れたりとかいうこともないんですよね、全然。すごい、もうなんか、色褪せてる以外は新品に近い感じ。でもこれはね、結構広いもんだったような気がします。まあ、今後ね、紙媒体のものは、どんどん劣化していきますので、大切に扱わないと、どんどん失われていくと思うんですね。失われる速度も速いと思うので、まあ、ここで確保できたのは良かったと思います。はい。まあ、それにしてもね、この攻略本をね、手に取ってね、思ったことがありましてね、この表紙のイラストなんですけど、これ、本来のゲームのイラストとは違う方が描いてるので、全然違うんですよ、絵がね。で、特にね、違和感あったのがね、こいつなんですよ。このリュナンっていうキャラクターなんですけど、このヒゲの生えたね。なんでこんな悲しそうな目してるんだと思ってね。ちょっと悲しい気持ちになりましたね、こっちもね。なぜこんな目を君はしているのかと。私は、こう一時間問い詰めたいぐらいですね。はい。まあ、ゲーム中の顔、ちょっと似てないんですけど、まあ、これの方が、本来のパッケージとかに描かれてる、ルナに近い感じで、もうちょっと精悍な感じなんですけどね。なんでこんなね、なんか、こう精気の抜けたような顔になってるでしょうね。はい。まあ、ということでね、まあ、こういった形で、攻略本とかもね、私ガンガン買っていこうかと思いますので、まあ、短い時間で、紹介していく動画、今後も作っていこうかと思いますので、ぜひよろしくお願いをいたします。ということで、チャンネル登録もねしていただくと嬉しいです。ということで、今回の動画はここでおしまいでございます。またの動画、またの配信でお会いしましょう。バイなら。